こんにちは。こんにちは。本日ありがとうございます、突然ですが、今皆さん幸せですか？幸せです。ありがとうございます。これはトラさんの口癖です。今幸せかいってトラさんは口癖のように言います。これから私の夢が本当になりつつあるお話をさせていただきます。題しておかえり昭和のトラヤです。よろしくお願いします。改めて自己紹介させていただきます。私は息子を二人育てております。シングルで、ちなみにバツ2です。貯金も全くありません、事業の経験も全くありません。財産ももちろんありません、そんな私は生まれも育ちも信州死のないカズポンと一緒ですね、清和清水縄のり子と申します。何の取り柄もない私ですが、一つだけ自慢があるんです。それが何かと言いますと、トラさんです。皆さんトラさんご存知でしょうかね。昭和の大ヒット映画の男はつらいのトラさんです。トラさんってどうしようもない人です。善人でもないし人格者でもない、欠点も人並み以上なんですよ。なのに義理人情が厚くて、いつも人の応援ばかりをしていて、そしてアホなんだけど、なんでかわかんないけど、いつもトラさんの周りには人が集まるんですよ。そして笑顔が絶えないんです。私の持論からいきますと、つまりトラさんと愛があるんじゃないかな、なんてそんな風に思ってます。皆さんこんな時代になったと思うんですけれども、お醤油ってなくなったらどうします？スーパーに買いに行くのではなくて、お隣に買いに行く。隣のうちの洗濯物が干してあって、雨が降ったらどうしますか？あらどうしようではなくて、縁側に放り込んでおく。そしてね、悪ガキがいたらね、自分家の子供のように本気で叱るんです。そうやってみんなが助け合ってきて生きてきたのが昭和の時代です。これ今私の住んでる我が家です。ちょっと古いんですけれども、あえてここを借りました。なんでかっていうと、長屋が11軒並んでるんですけれども、アパートに住むのもいいなと思ったんですけども、こうやって近所付き合いができたらどんなにか幸せだろうなと思って住んでみたんですが、ここ解体されちゃうんですよ。人がつながるあったかい場所を作りたいって、本気で作りたいって一生懸命勉強して会社さんにいろんなことを教わったんですが、残念なことにお金にそうそうならないんです。なんでかと言いますと、ゲストハウスは単価が安いです。そこでここです。ちょっと皆さん見覚えがあると思うんですけども、後ろちょっと菊水車が出ちゃってるんですけど、この物件です。緑のところでコミュニティスペースとゲストハウスを展開して、この白いところがアパート6軒になります。これ中根屋がスタジオになりました。滞在時間3時間で東京から来てくれるんですよ。3時間で本当に帰ってきました。プロのカメラマン呼んで、これ田村さんなんですけども、私インテリヒロシって呼んでるんですけども、田村さんを撮影したりとか、とにかく棚田でね、寅さんを演じさせてくれたんですよ。本当に嬉しかったです。めちゃくちゃ幸せでした。これ私の一番大好きな写真です。こんなのに出たらっていう声がかかりました。新州ベンチャー企業コンテスト、新州ベンチャー企業コンテストなんだこれって、ベンチャーってなんだって、そんなことも知らない私です。そしたら、ベンチャーは老舗の反対だって市の方に言われて、あ、じゃあ新しいってことねっていう感じで気軽に出てみたんですよ。トラヤをやりたいって、あったかい世界を作りたいって、実現させるんだっていうことだけを語りました。そしたら審査員の先生がね、あんたよくわからないけど、収支もよくわからない、お金になるのもわからない、だけどもやったらいいって、絶対潰すなって、2年後3年後のトラヤがどうなってるかを見てみたい、そして神山田にものすごく興味を持ったから、あんたに特別賞をあげるってもらったんです。審査員の方が、この人にあげる賞がないから特別賞作ろうって作ってくださいました。これいつもうちにただ飯食いに来ていたこの人たちから始まったんです。トラヤが毎日うちに来てご飯食べてたら、トラヤトラヤって呼び始めました。それは泣くわって話です。そしてね、
先生方が皆さん言うんですよね。周りの方も言います。クラウドファンディングやったらどうなのって。でも私の心の中に、よそ様のお金で自分の事業を一部にするってどうなんだろうってすごく考えました。でもね、ある人に言われたんです。初めて会った人なんですけれども、お前見えてるかって言われたんですよ。で、何聞いてんだろうと思ったら、もう一度言われたんです。お前見えてるかって言ったら、はいって答えられたんですよ。何ってお金じゃないんですよね。見えてたものが、みんなの笑顔と、私がセッターを履いて神山窓を走り回って、そこらで油売ってんのに、トライアのおかみさんがいないってお客さんが呼びに来て、そんで一緒に温泉入って温泉まんじゅう食べてる、そんな姿見えたんです。だから私見えてますって言ったんです。そしたらその人が、だったらやれって。だから私はクラウドファンディングやります。お金のない私がね、 T シャツとかお返し皆さんにしたらいらないでしょうし、本末転倒なので、そこで皆さんと考えました。何かというと、私は地域の方に関わりたいし、一緒に盛り上げていきたいんだったら、だったら旅館さんと提携して、温泉を一緒に磨く、温泉のお風呂を一緒に磨く、だからそこで一番風呂に入らせてもらいたいっていう権利をつけたり、あとはそうですね、やっぱりトラヤ、トラヤをリノベーションして出資していただくのに一緒に手伝っていくって、なんだそれって話なんですけれども、そんなことでクラウドファンディングを立ち上げていきたいなと思っています。飯食ったか、寄ってけ、話してきや、腹減ってねえか、ただいまって帰っておいで、そしたら私がおかえりって迎えますからね。以上になります。ご清聴ありがとうございました。じゃあ早速、じゃあこっちトレアチーム、先行きに行きたいと思います。コーヒーチーム、トレアの方はここで一つ目です。最初クラウド格好行く方はまだまだ歩いてきます。ちょっとまあ中に入っていただければ全部で、これがあのガレージの一番端っこのガレージまでが土地になるんですよ。なのであの一番向こうのガレージは大家さんがちょっと欲しい。お部屋作ってもらえる。これも上がっちゃっていいですか。アメリカンスタイル。ここに中庭ができたよね。できたらこっちを開放部に向こうと耳ができるよね。しかもガレージのお店がやってる人とも顔も行き来できるし、もし留守番してほしいってこっちはここにいるんで、そういうになるかなとか思ってるけどね。大将お疲れ様。お疲れ様です。すごい、最初は不便やなって思ってても、みんな麻痺してくるんですよ。日当たりとかもちろん
まあ、言う方がいいんですけど、うん、まあ、みんななんか忘れてくんで、もしゲストハウス1回1回のご縁なんで、うん、ちょっとなんか明るい方にの方がいいんじゃないのかなと個人的には思います。これ名前入ってるんですね、これ。そう、これね、勝手に。でももう1個のやつもね、トライ始めましたって主しました。あこれ設備工業で勝手に設備工業って言うんです。あのグループと一緒に帰ったらちょうどいいから。あ、確かに。そうですね。いや、もうぜひ、ぜひぜひ、何かいろいろ教えてください。行かせてください。こちらこそです。ありがとうございます。夜またぜひ一緒に。ぜひぜひ、ぜひお話しさせてください。お願いします。ありがとうございます。今後はってわけですね。ここ何色にしよう。黄色？このままだろ。黄色にする。ラブホテルにする。ラブホテルにする。あそこの、攻めてるとこにトライアって書くんでしょ。そうそう、ここに。いいね。黄色いペンキいっぱい届くかもしれないよ。黄色でもいいよね。だから小山が止まる。だから小山のところ、小山ここに入れちゃうんだよ。小山すまじろいね。キッチンカー置けるの。黄色いペンキ募集とか言ってた。本当にいろんなペンキ届くんだよ。こっからイエローだけど、こっからレモンイエローだよ。トラヤっぽいね。それトラヤっぽいね。ぜひ地上天国を皆さんで実現していきましょうという最高の場所です。盆調でやんなきゃダメ。いや、すごい荒木くん、ありがとうございます。荒木くん、名前の時お願いします。ちょっとだけ覚えて書いてください。ここに行ってください。嬉しいです。これは、ね、一番広報とか、なるほど、一緒にしてっていう。